テンション上がるって言うまでもなく上がってるのが伝わると思います。だってほら見てください、このソファー、椅子、ベッド、ベッドはないか、このシャンゼリゼ通りが素敵すぎて困っています。で、シャンゼリゼ通りと凱旋門を見ながら食事できるなんて。おはようございます、無食旅です。2019年10月4日パリのユースホステルです。これから朝ごはんです。パンとかチーズもあるのが嬉しいです。あとあれはすりおろしリンゴだと思います。焼きたてフランスパンもあります。で、あのマシンはフランスパン切るやつだと思います。本当にあそこでパン焼いてる。というわけで一通り盛り付けてきました。パリは物価が高いのでなるべくお腹膨らませようという狙いもあったりします。ごちそうさまでした。焼きたてフランスパン、ハム、チーズ、美味しかったです。食堂もだいぶ賑やかになってきました。若者のグループもいます。宿の自動販売機、歯磨きとか電池とか充電器とかあります。地下鉄のチケットも売っててすごく便利です。で、ハンドスピナーはこの括りに入るような必需品なのでしょうか。不思議。時刻は8時10分。外は風もあって寒そうです。部屋でもうちょっとゴロゴロゆっくりしてましょう。改めましておはようございます、無食旅です。11時19分これから外出して活動開始です。ちょっと風ありますね。さっきまで部屋でゆっくりしながらバスの手配などをしていました。日曜日凱旋門ショーを見た後、夜行バスでドイツのミュンヘンに移動します。スケジュールが決まって気持ちが楽になったところで、のんびりパリの散策に出かけてくるというわけです。まずはSIMカードを買いに行ってきます。よく晴れてて日差しがほんのり暖かいです。ダウンジャケット着るほどではないです。ここら辺は中心部からも離れてて観光地というわけではないんですけど、ご覧の通りすごく洗練されてて綺麗な街並みです。さすがパリという感じがします。あの札を持ってるのは交通整理のおじさんでしょうか。パブリックアートです。水道、水飲み場っぽいですね。拳のところから出るのかな思ったのと違った。下から出ます。あちらは朝市みたいなのやってます。ご年配の方が多いですかね。なんかほっこりする光景です。あ、ここもパブリックアートで、まだ観光らしい観光何にもしてないですけど結構盛り上がってきてますね。やっぱり異文化、異国の雰囲気、体で味わうっていうだけですごく楽しい気持ちになります。地下鉄入り口ありました。ここから乗ります。地下鉄駅です。10回券のカルネがお得なのでそれを買おうと思います。窓口でカルネくださいって言って簡単に買いました。クレジットカード決済です。10枚券。形も色合いもやけにかっこいい地下鉄のホームです。ちょうど来ました。これ乗れるのかな。乗りました。主要20分で目的の駅到着。読み方はわからない。自動だ。おお、テンション上がるって言うまでもなく上がってるのが伝わると思います。パリ中心部はいいね。やっぱりいいね。郊外とはだいぶ違います。美しいとかかっこいいとかおしゃれとか褒め言葉はいくらでも出てくるんですけど、やっぱり洗練されてるって言葉が一番しっくりくるような気がします。パリの街並み。だってほら見てください、このソファー、椅子、ベッド、ベッドはないか。すごい洗練されてるでしょ。でしょ。ああいうカフェを見ると空耳アワーの名曲を思い出します。花のパリそば、なめこそば。さっきから何でもない街角の写真撮りまくりです。興奮しちゃってます。いやでも分かりますよね。どこをどう切り取ってもかっこいいもの。あの大きめのキックスケーターみたいなやつ、あそこにもありますね。電動で最近流行ってるっぽいです。地下鉄駅に広告があって確か500ユーロぐらい、5万
8000円ぐらいかなで買えるみたいです。今の服装はこんな感じで、いつものアウトドア服なんですけど、今回ジャケットとかも持ってきてるので、それを着ておしゃれして歩くのも楽しみです。目的地到着です。フリーモバイルのビル、ここで SIM カード買います。どうしたらいいんだろう。はい、はい、クレディカード、メルシー。スタッフの人に丁寧に教えてもらって簡単に買えました。 29.9 ユーロです。100ギガ使えます。無事に SIM カードも買えたので、さらに気持ちを楽にして街歩きを楽しめます。こことってもおしゃれです。なんとなく行きたいところはあるものの、基本的にはいつも通りノープランですので、とりあえずはルーブル美術館のあたり行ってみます。あれは何だろう、とても立派な建物があります。お、広場に出ました。こちらはパリを代表する場所の一つ、コンコルド広場です。コンコルド広場のおおむね中心部にいます。これはチョコバナナの屋台ですか。あちらはオベリスク、エジプトから送られたものだそうです。で、かつてこの広場でマリー・アントワネットとかルイ16世の処刑が行われました。パリは何時ですか。なんちゃろ、今12時56分です。日本との時差はサマータイムがあるうちは7時間ですね。フランス語ペラペラですか。挨拶ぐらいですね。こんにちはとありがとうと、トイレどこですかだけ言えます。トイレどこですかって言ってほしいです。はい、ウッソンレトワレット、これ多分トイレどこですかだと思います。違うかな、違ったらごめんなさい。なんでパリ選んだんですか。はい、僕競馬が大好きなんですけど、あさって競馬の芝のレースの最高峰と言われる凱旋門賞っていうのがパリのロンシャン競馬場で行われます。それを見に来るのが、一番の目的で、それでとりあえずパリに来ています。フランスだけですか。いえ、この後ね、午前中バスの予約とかしまして、凱旋門賞日曜日なんですけど、それ見た後夜のバスで、ドイツのミュンヘンに移動します。でミュンヘンの後、ミュンヘンおそらく2日ぐらい滞在して、それでチェコに入ります。でチェコを多めに観光して、最後の2日間ぐらいオーストリア滞在して、それで帰国となります。パリで一人旅だと夕飯のお店選び難しそう。そうなんです、本当そうなんです。一人でアウトドアな格好でレストラン入るの非常に非常になんか抵抗がありまして、今回の旅こそは頑張って、いいレストラン、一流レストランまでとは言わないものの、それなりのところに入ってみようと思っております。あれはペタンクやってる。的の近くに鉄球を投げて競うやつです。わあ、ニューカレドニア行った時、お年寄りがペタンクやってるのを夢中になって見てたことがあります。それでは引き続き凱旋門の方に向かって散歩します。時刻は13時26分。お腹はそんな減ってないんですけど、たくさん歩いて喋ってちょっと疲れてきたので、カフェでも寄ってみたいです。あちら背の高い作業者がいます。街路樹のライトアップかな。これは何だろう、入り口で売ってるサンドイッチが美味しそうです。すげー美味しそう。凱旋門に近づくにつれて人もどんどん増えていきます。お店もどんどん華やかになっていく感じです。ふと気づいたんですけど、皆さん落ち着いた色合い好んでますかね。グレーとか紺とか黒が多いです。赤い人とかは少数派のように思います。この建物もかっこいいですね。中は広めのショッピングセンターになってます。なんとなくそわそわした気持ちになるので自己分析したんですけど、分かりました。このシャンゼリゼ通りが素敵すぎて困っています。というのはもうね、街並みからお店から何から何まで素敵なので、あれも写真撮らなきゃとか動画で撮らなきゃとか、そういうプレッシャーが常にかかってて、それでなんかそわそわしちゃってるのです。素敵すぎて困るなんて、こんなことなかなかないですよ。車もおしゃれです。フランス国旗がついたオープンカー、めちゃめちゃかっこいい、クラシックな感じでもスマホ見ながら運転は危ないですよ。
あちらルイ・ヴィトンの本店でございます。入り口のところはちょっとした列ができています。たまにお客さんは日本人ばっかりだっていう噂聞いたりもしますが、特にそういう感じはしないですね。いろんな国の人が並んでるように見えます。おお、あ、中入っちゃった。ウェイターのおっちゃんめちゃめちゃかっこよかった。あ、出てくる。ほら、すげえ紳士、かっこいいすぐそこ凱旋門なんですけど、こちらのマクドナルドで昼食にします。まずは肩慣らし的にファストフードで。マシンがいっぱいあります。あれでオーダーしてカウンター行くんですね、きっと。あ、日本語もある。いいえ、いいと思います。何よ、お、結構高い。さっきオーダーしたものをこちらで受け取るシステムです。そんなに高くなかったというか、むしろ安かったです。 4.95 ユーロ。で、シャンゼリゼ通りと凱旋門を見ながら食事できるなんてすげえと思います。時刻は15時。たっぷり1時間休憩したので散歩を再開します。凱旋門